どうもゆうたです。ちょっと携帯置くとこがなくて下からのアングルなんですけど、パンチラはありません。はい、ということで、今日は VAB じゃなくて、クラウンで、まあ足車なんでいじらない、あまりいじるつもりはないんですけど、あのダウンサスとあの純正オプションのアルミ、スパッタリングホイールだけはちょっとやりたいなと思ってたんで、ダウンサスに交換と、ホイールも今17インチのスタッドレス履いてるんですけど、18のオプションホイールで、あとワイトレでちょっと面だけ出して、もうそれだけです。カスタムはこれ以上はしないです。まあ足車なんてね、ちょっと気持ち決まってれば、まあ、純正でね面出してぐらいが一番かっこいいと思ってるんで、でダウンサスの交換とかやったことないです。あの車庫帳とかしかないです。バネのあの縮めてやったことないんですけど、まあなんとかなるっしょってことで、ちょっとあんまりやり方もあんまり完璧には調べてきてないんで、ちょっとトライしながらやっていこうかと思います。はい、今ねこの隙間具合、フェンダーと上のタイヤが7センチぐらいで、地面からは72センチぐらいフェンダーアーチ、はい、そんな感じです。結構車高高いねフロントはリアはね結構いい感じなんだよね。このままでもいいぐらいなんだよね。リアは3センチぐらいだね。で上も 68.5 ぐらいです。リアダウンしちゃうともっと下がるのやだな。あんま下げるの格好悪いんですよね。なんでこんな、後ろはまあガソリンとか重いのかな、荷物も乗るし、まあ、フロントも多分着座すると落ちるんだろうね。はい、そんな感じです。フェンダー具合は、まずフロントのアッパークリップ、これワンタッチ式っすね。ワンタッチで押して取るタイプ、陥没 T みたいな感じで。何？おお。何？そこにもいるの？プラスチックボルトがいますね。手で回ります。手回し。なんか喉の調子が悪いな。いいな、あっち側はハイブリッドシステムあるからカバーがないんだ。なんで俺これ手で回してんだろうね。本当にちょっとめんどくさい、私本当にこう回すの嫌い本当に。はい、抜いてこの向きね、この向きで、これもこっち向きの向き、はい、こうだ。でこれもこういう向き、覚えた。すごいねこのフランジナット、ここ分厚いんだね、すごいね。こういうところに
やっぱ剛性感というか出てるのかな。やっぱアッパーのストラットのとこだからちょっと硬いけど、そこにちょっと、まあ、緩めるだけ緩めちゃおうか。じゃあまずスタビリンク取っていきましょう。うわ、めちゃくちゃ錆びてるよこれ。硬えな。とりあえず一発これで回してみるか。押さえなくても回ってるねこれ。ああやだ、ごめんなさい。サビが強すぎてこれもう回っちゃってるよ、ほら。それともあれかな、片方上げだからスタビ効いちゃってて回さなくてもいけた感じかな。ちょっとじゃあ上げて、スタビをこれで抜いちゃおうか。で下ろして、うん、であとこれか、10ミリかこれ、はい、ビンゴビンゴビンゴ。結構硬いな。ちょうどカメラが手が当たるんですけど、そこの位置ちょっとやめてもらえませんか。よし、でこれでもうあれかな、あとナックルのあと下のあれ外しとくか。でもいいや、このまま見えるところで外しちゃおうか。これ映ってる、映ってないね、見えるとこじゃなかったね。え、何どうなったの、なんで外れないの。アーモンド、アーモンド、開いて。行きます、アッパーメン。本当はあんま良くないんだけど、ここハンマーハンマーで叩くと外れるらしいけど、やめておこう。かかりが甘いな。ハンマーでぶったたいてもいいんだけどな。すいません、ちょっとプーラーで今これで撮ってたんですけど、プーラーでちょうどあの外すとこ撮ってなかったです。はい、一応これで
ボールジョイントのプーラーで行けた、あ、タイロットエンドの方のやつで行けたんで、これで、で、あと下、ロアーアームの、サスのこの、ボルト、こいつを取っていくんすけど、これ19かな。ああ19だね。ああここは絶対硬いよ。はい、ね、今ねボルトの 17mm の方が回ったんだけど、もしかしたらナットあの切り込み入ってるあの固定というかあの止まるやつ、なんて言うんだっけ名前忘れちゃったけど、あのそっち系の止まっちゃうパターンのやつかな、もしかしたら。ねえ、ほい。回ったけど、こっち。ああ、やっぱそうだ。うん、やっぱ、すごいね。これ。で、向こう側にも凹凸があって、ボルト側の方から回さないと、こう、何？これが、凹凸になって固定されてるやつなんで。ボルト側からです、皆さん注意してください。はい、ボルト側から回しましょう。よしよし、これで取れるはずなので、ここのホースだけちょっと気をつけた方がいいね。これ中古で買ったんですよ、バネ。ヤフオクで。1万ぐらいで落とせて、ローダウンスプリング。これ長いの、こっちがリアだよな、さすがに。説明書が入ってないんで。バネのこの形状的にも、これが、こっちがフロントだよな。よし、セットしたんで。よいしょ。する瞬間取れてたと思ったら取れてなくて、ちょっと左側の方で覚えてたらもう一回取りますね。全然長さ違うね。長さ全然違うよ。こんな感じ。
だからまあ元に戻すだけです。ちゃんと合うとこがあるんで、よし、こんな感じで、よし、はまったかな。よし。オッケー、おそらく。よし。オッケー。で、ここも合わせて、こっちもね、こう合わさってます。で、また取り付け。取り付けはいいかな。戻しと反対のことやるだけなんで。はい。で、そしたらワイトレ。一応ここ、ブラシで、ちょっとサビだけね、落として、やっておきました。で、これワイトレ20ミリです。多分、結構、まあ、ギリギリだと思いますが、僕の場合、遮光がそんな低くないので、まあ、大丈夫かなと。まあいろいろ YouTube とかでね、他の方の話を聞いて、愛車紹介とかの見て、ちょっと参考にした次第ですが、あれ？あった。で、一応これ京栄さんのワイドトレッドスペーサーワイトレですね。 20mm で、一応このハブリングも、このサイズに合うやつにしてます。これは何ミリだ、19、21かな、21っぽい気すんな、21です。一応、説明書120だったので120でいきたいと思うんですけど、あ、そっか、 LSD ついてないからあれだね。やっぱりつらい地です。これ下ろせばもうちょっと入るはずなんで、まあ多分ちょっと乗って馴染むとあれだと思います。はい、ね、リアも今 20mm ワイトレつけて、もうつらっつらっす。で、一応ね、ロックナット、ずっと、トランクに買った時から入ってたんで、ちょっと使えるんでね。はい。ちょっと、で、
リアのねタイヤハウスの隙間をさっき見たんですけど、かなりフロントよりも純正でもともと少なくて、これ以上逆に下げるとバランス悪くなりそうなんで、ちょっとリアは純正のままで行こうかなとか思っちゃったりしてます。ちょっと一回ねタイヤ変えて様子見てみます。はい、ちょっと夜でね見づらいかもしれないけど、逆に見やすいかな、この水垢みたいな。結構ね昼間遠くから見るとギラギラはしてるんだけど、まあこういう感じでね結構水垢というか汚れあります。せっかくまあ取り付けるっていうことなんで、ちょっとねメッキ磨きっていうのをピカールでもいいかなと思ったんだけど、これ表面コンパウンドで艶出し保護成分っていうのもあるらしいので、ちょっと買ってみました。1000円ぐらいでちょっとやってみます。はい、ね今ここの部分を一応徹底的に磨いてみたんですけど、あんまり変わんないかな。まあ多少良くなってる感じかな。ちょっとここやってみようか。こことここ比較しやすいね。はい、ちょっと磨いてみた。まあ確かにこっちちょっと白っちゃけてるけど、こっちは輝きがちょっと、違うねやっぱり。でここもちょっと磨いてみました。やっぱ違うね。輝いてます。今室内で撮ってみたんですけど、こっち磨いた方、こっち磨いてない方、やっぱ輝きが違いますね。やっぱおー、いいね。遠くから見るとあんまり大差はないけど、結構まあ曇って見えるね、こっちは。でこっちは全部磨いた方。綺麗。はい、今とりあえず終わって、ここがねホイールが17から18に変わったから、まあ外形は多分あんま変わらないはずなんですけど、さっき7だったから、まあ、4ぐらいかな、3センチぐらいダウンしてんのかな。で地面からが71、2ぐらいだったよね。ああ68ぐらいなってる、 7.5 ぐらいなってるから3センチぐらいダウンしたのか。でリアはこれ純正車高です。純正車高で同じぐらいなんですよ、隙間が。これもう純正でいいでしょ、リアは完全に。はい、リアも675ぐらい、もうフロントと一緒だね、フェンダーで見るとちょうどいいよ。タイヤとフェンダーの隙間も、まあ、2.5、3センチぐらいだから、そんな感じだね。はい、今ね取り付けが終わ
終わって、まあちょっと面合わせて結構ギリギリっていうのもあるんで、それの干渉チェックでちょっとスピード出せるとこ来たので、バイパスでちょっとスピード出して、まあバンプさせてみて当たるかどうか、まあ、当たんないと思うんだけどね、あれぐらいだったら。で、あとフロントのバネも変えて車高が落ちてるんで、ちょっとアライメント、ハンドリングがどう変わってるかとか、ちょっとまあ一通り走ってみてどうかっていうところなんですけど、まあ結構今右車線で速度出てるんですけど、まあ全然問題ないっすね、ハンドリングとかも。ちょっと踏んでみます。いや、レグの静かだね、めちゃくちゃ静か。さっき 2.7 ぐらい入ってて、まあ、一応 2.4 まで落としたんですけど、これ結構ね、まあ、速度言えないけどすごい快適だよ、めちゃくちゃ快適。ハンドルブレとかもないです、ジャダーもないし、いやいいね、すごくいいね。で、あの乗り心地もね、ダウンサスなんですけど、全然、ちょっと下道であの輪立ちというか細かいとこ行くと、あの硬さはない、硬さはない、ちょっとまあ18インチにしたっていうのもあるんだけど、ちょっとまあどっちかというと逆に機敏さが出たというか、うん、全然悪くない、しっかりしてる。いやーすごいね。っていうかね、なんだろうね、あのドアバイザーとかもついてるんだけど、風切り音とか全然ないんだよね、この車すごい。タイヤの音はね、まあ多少あるけど、でも17インチのスタッドレスの時とあんま変わんないかな。まあ、17インチの方がちょっとふわっとした、まあ柔らかい感じはあったけど、あの硬いっていうよりはしっかり腰が出たような感じで、硬さっていうのはないです、18インチにしても全然。まあ、今空気圧も 2.4 なんで、またこれが2キロとかにするとまた多少乗り味変わってくるのかもしれないけど、ね、この路面がいいところ来るとさ、すごいよ、全く落としないよ、無音。いやー大満足です。もうね、クラウンこれ以上いじることはない、まあ、この感じだとちょっとアライメントも別に取らなくていいかなって思ってます。いいかな、アライメントは取らなくても。そんな感じで思ってます。はい、じゃあこちらが全貌になります。でちょっとね、今あのなんだろうな、例えばコンビニの段差とかそう入るときは多少ちょっと硬さを感じたかなっていう感じです。そんなところです、乗り心地は。はい、で車高ですね、フロントが段差を入れた分です。でリアは純正のままです。車高なんか汚れてんな、これ純正なんですよ、リアの車高。フロントと一緒っすね、大体。まあガソリン満タンっていうのもあるかな。はい、でつら具合両方20ミリ入ってます、ワイトで。真上から見るともうこんな。Thank you.
感じで、はい、ギリギリです。車高落とす人はもうちょいキャンバーついてくんで、多分もっと全然車高としてもいけると思います。いや、狙い通りのつらつら具合で最高です。で、ホイールもね、マジタイミングめっちゃくちゃ良くて、ヤフオクでほんとレグロのほんとバリ山で、傷もあんまり目立たないやつで、メッキ感も磨いたら全然あるしね。リアもまあこんな感じでほぼツラツラっす。こんな感じでツラツラでしょ。ほらツラタンよこれ。最高です。はい、めちゃくちゃツラでしょ。こんな感じで車高、はい、いい感じです。あんま下げすぎるとね、ちょっとやっぱお下品になっちゃうんで好きじゃないんですけど、いや、もうこれで完成。もうこれ以上はいじんない、はい、という感じで以上です。